はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、不動産取得税1回目について解説いたします。まあ、これ何回になるかわからないんですけども、まあ、おそらく2回か3回ぐらいで終わると思います。で、まず不動産取得税っていうのはどういったものかというと、不動産を取得した時にかかってくる税金なんですね。で、不動産ってどういったものかっていうと、土地とか家屋があります。土地については宅地だったり田畑だったり山林だったり、まあ、そういったものですね。まあ、農地も含んできます。田畑、これ農地ですね。農地も含みます。また家屋については住宅だったり店舗だったり倉庫だったりビルだったり、まあ、そういったもの、これが家屋ですね。なので、まあ、土地とか家屋っていうのは、まあ、一般的にあなたが想像しているもので大丈夫です。で、これらを購入したり新築した時に一度だけ課される税金が不動産取得税なんですね。一度だけって書いてある通り、取得した時に課されるだけなんですよ。その後課されることってないんですね。なぜこのように一度だけと強調しているかというと、固定資産税っていう税金があって、これは毎年かかってくるんですよ。一方で不動産取得税は1回だけしかかかりませんよってことですね。なので、この点は対比して頭に入れていただければと思います。で、ここで購入と書いてある通り、例えば不動産を購入したら、購入した人不動産取得税かかってくるわけなんですけども、これ無料でもらった場合、つまり有償じゃなくて無償だった場合、贈与を受けた場合も、これは不動産取得税の課税対象となりますので、この点注意しておきましょう。また登記の有無は関係ありません。つまり買いました、贈与を受けました、で所有権の移転登記をしていない、移転登記をしていなかったとしても不動産取得税はかかってきます。で、続いて増改築の場合、まあ、これ増改築って書いてあるので、これは家屋の話ですね。家屋の価格が増加した場合に限って課税対象ですよ。これ言い換えると、家屋の価格が減少した場合はこれ課税対象にはならないってことなんです。例えば改築によって建物をちっちゃくしたとか、まあ、そういった場合は家屋の価格が減少する可能性があるんですね。そういった場合は不動産取得税は課されないんですけども、例えば一部屋増やしたとか、つまり延べ面積が増えるわけですね。まあ、そうなってくると家屋の価格が増加するので、その場合は不動産取得税が課されますよっていう話です。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したい、そう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で、逆に不動産取得税が課されない場合で注意していただきたいところがあって、それは相続だったり法人の合併、これによって不動産を取得する場合です。この場合っていうのは不動産取得税かかってこないんですね。例えば私の、父が死亡して亡くなって、父が所有する不動産を私が相続したといった場合、私は不動産を取得するんだけども、この場合は不動産取得税は課されません。まあ、特にこの場合は相続税の対象になってくるって話ですね。で、もう一つが法人の合併によって不動産を取得する場合、この場合も不動産取得税かかってこないんです。例えば A 社と B 社があって、 A 社が大きな会社で、 B 社がちっちゃな会社で不動産を持っていたといった場合、この A 社が B 社を吸収したと、そうすると A 社、大きな会社は B 社が所有している不動産を取得しますよね、吸収するわけだから。この場合、
この場合は不動産所得税かかってきませんので、この点注意をしておきましょう。で、続いて納税義務者ですね。誰が不動産所得税を納税しなければいけないのか。これは不動産を取得したものです。これは個人だけじゃなくて法人も対象です。法人が不動産を購入した、法人が不動産を贈与してもらった、こういった場合も法人不動産所得税を払わなければいけないという話ですね。で、続いて課税主体。課税主体っていうのは誰が不動産所得税を課すのかということです。誰が税金を課しているのかというと、これは不動産が所在する都道府県です。ポイントは2つ。不動産が所在する都道府県、この2つですね。注意が必要なのは、この不動産を取得したものの住民票がある都道府県じゃないよって話です。また市町村じゃないよって話です。この2つ注意をしておきましょう。不動産がある都道府県、これが不動産取得税を課すんですよってことですね。で、続いて課税標準。課税標準って何かっていうと、例えばこのペンを考えましょう。ペン100円でした。この場合消費税の税率が 10% と仮定すると10円消費税になってきますよね。で、これっていうのはどうやって計算したかっていうと、100円に 10% をかけて10円って出してますよね。この場合の100円っていうのが課税標準なんです。つまり何に対して税率をかけるんですかっていう何の部分が課税標準なんですね。で、不動産所得税の場合の課税標準は取引価格ではありません。ここ注意してください。例えば土地があって、土地を1000万円で買いましたといった場合、1000万円が課税標準になるかっていうと、そうじゃないんですね。何が課税標準かっていうと、固定資産課税台帳に登録されている価格、これが課税標準なんです。つまり実際の取引価格が1000万円であっても、ここの登録価格が500万円であれば、それは課税標準500万円なんですよ。つまり500万円に不動産取得税の税率をかけて、不動産取得税の税金の価格を計算するっていう話なんですね。ここは注意してください。で、固定資産課税台帳に登録されている価格、これ何なのかというと、簡単に言うと評価証明なんですよ。役所に行くと評価証明書っていうのを取ることができるんですね。利害関係人だと。例えば所有者とか。所有者が役所に行って、この不動産の評価証明くださいって言うと、固定資産課税台帳に登録されている価格が書かれてます。これが固定資産課税台帳に登録されている価格になります。で、問題文では不動産の価格という言葉を使って出題される場合があります。これは言い換えると、固定資産課税台帳に登録されている価格イコールなんで、ここ注意しておきましょう。これ不動産の価格って書かれると、これ実際の取引価格と勘違いする方いるんですけども、取引価格ではありませんので、この点を注意しておきましょう。で、最後なんですけども、これ増改築の場合ですね。増改築の場合の課税標準っていうのは、増改築によって増加した価格が課税標準になってきます。例えば100平米の建物があって、延べ面積100平米の建物があって、20平米分、増築しましたといった場合、この20平米分に対する不動産の価格、これが課税標準になってきますよっていう話ですね。まあ、これ考えていただければ当然ですよね。100平米から20平米プラスして120平米になりました。で、120平米分不動産取得税かかるっておかしいじゃないですか。あくまでも取得したのっていうのは増築した20平米分ですよね。だからこの増築した部分だけが不動産取得税の課税標準になってきますよと。まあ、そういう話です。で、次の動画では税率だったりとか免税店とか、そのあたりを解説していこうと思います。で、今回お話した部分すべて重要なんで、全部頭に入れていただければと思います。おそらく一回見ただけでは頭に入れないと思うんで、何回か動画を繰り返し見ていただいて、頭に入れていきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。